えー、彦坂直芳です、えー、と昨日一昨日かな、あのー、糸崎さんが、あのーまあ、美術作品におけるそのパクリというか無法の問題を、えーえー、で喋ろうと言って、えー、バンダさんと私と3人でですね、えー、3回にわたって、えー、YouTube 動画を作ったんですねそれはそれで非常に面白かったんですが、えーまあ、肝心の中心部分が。あのー 喋れてないんですねでまあそれは一つにはそれをしゃべると話がまあ難しくなって聞いてる人も嫌になるというかそういう問題があるんですですから、えー、それをまあの,の除いて、えー、落語っていうかそのレベルで、えー、ま漫才ですね3人の漫才っていうのもありますけどもそういうレベルで作ったんですけどもまあ終わってみるとですね、えー まあちゃんと喋っておくべきであったというふうに思ったわけですね。でな何の話かと言いますと例えば日本の場合にですね1960年代の前半だったと思いますが、えー、ニューヨーク近代美術館で、えー、と日本の現代美術展展といいう展覧会が開かれていますでこれが事実上まあみんな忘れられててですねなかったことになってるんですがそれはまあ,あの展覧会開いてみたらですね、えー ニュー,ーニューヨーク・タイムスがですね有名な新聞ですよねニューヨーク・タイムズが天平を書いたんですがそれはその日本の現代美術というのは全部アメリカの現代美術の模倣に過ぎないって言って、えー、叩いてきたんですね全面的に。でまあそういうことで、えーまあ、ある種日本側は傷ついたんですよですからその展覧会があったことも事実上忘れられておりまして。でわた私で言うと こ,このことについて、えー、か書かれてる文章っていうのは一応持た大した文章じゃないですけど持っていましてそれがその、えー、なんだっけな忘れちゃったですけど、えーアメリカ現「アメリカ現代美術」アメリカは1970年代アメリカに20世紀アメリカ美術という本がありましてこれも今も,も ネット上でも見つけられないのでまあ、ま、絶版になっちゃってるのかもしれませんけどでそれの翻訳した人の後書きにそれが書いてありましたえで,、まあ、ですからそのまあ何て言うかな。 直接私が見たわけではないですけども、もまあ、そういう事態があったとで、まあその中で私に関連していることでいうと、そこの美術展に斉藤ト技術さんが出してらっしゃったんですね。で、斎藤技術さんもあのまあ、帰ってきますけどもまあ、私の感覚でいうと、ある種のえ傷、ー、つき方みたいなものがあったというふうに思っております。それはま斎藤先生が作ってくる作品がですね。まあ、ある種とんでもないものを作ってくるわけですよね。 えー、例えば1967年か8年ぐらいですけど大きな S の字を作ってその S の字の下に毛糸、えー、のボールがくっついてるっていうような仕事とかですね、えー、まあそういう作品です。まあ、であんまりここで今斎藤先生のお仕事をに踏み込んでは喋、えー、りたくないんですが、えー、と一応てつまり斎藤先生がその。 アメリカの現代美術を模倣したかもどうしないかっていう問題は、えー、とちょっと別問題だっていうふうに思います。で模倣したという言ったのはその,その評論家がですね何、えー、て言うかなの主観で書いてるわけですよね。うん、でで,で、えー まあ、私が問題にしたいのはつまり日本のアーティストの作品を作るとつまりアメリカの現代美術の模倣だというふうなレッテル張りがされるわけですね。えー、でそういうことっていうかその今はあんまりないですけどねそ,その面はね、えー。何も例えば村上隆さんの。 えー、ドブ君をですねアメリカの現代美術の模倣なんだっていうふうにはアメリカ側は言ってないと思いますがむしろ日本の側で例えば東洋輝さんなんかが、えー、ドブ君というのはあの、うんえー、ディズニーのミッキーマウスのもパクリじゃないかっていうような批判は言ってると思いますけどもまああのー、事態は随分変わってきてるからえっとなんていうか一概にその。 触らなくてもいいっていう状態にはなってきてると思うんですね。えー、だけどもまあまああえて言えばね例えばアメリカの誰々の作品が今あの日本のいいい成功してる作家で誰々がそのパクってるじゃないかっていうようなことってのは言えないわけじゃないんですよね。でまあそのただ、まあ、話があんまうまく喋れてませんけども。 もううちょっと言うと言ねつまり一番大きいのはやっぱりピカソなんですけどもピカソがあのアフリカの黒人彫刻に影響を受けて作品作るじゃないですかその場合にはその何て言うかなパクってるっていうふうに言わないわけじゃない盗作だって言ってピカソは盗作してるって言わないわけですよね。まあ、実際はですねピカソが えとベラスケスかなベラスケスケの作品をパロディ的にこう書いた時に、えー、高階修二さんだったと思うただ私その本読んでないんであれなんですけど高階修二さんがなんかが、えー、とピカソの盗作みたいなことを書いたと思うんですよね。えー、ピカソ説の論理という本を高階修二さんが書いてらっしゃいますね。まあ、特にそのなんていうかな。 そういうい漂雪の問題です、ね、盗作ですすねね盗盗作作のの問題表説の問題題っていうのを例えばピカソがあのアフリカの国人彫刻の影響を受けたって言った時にその、まあ、私が私は昔の問題ですよ私が高校生ぐらいの時にピカソが国人彫刻の影響を受けてもそれを盗作とは言わないで日本人があの欧米の美術の影響を受けると盗作だって言われるという,こう事態があって。 それをその高校生の時には結構深刻に考えたわけですよ一体なぜなんだろうと。でまああの動きになって言うことではないですけどもそういう問題を例えば日本の美術評論家でね羽生さんにしても中田さんにしても遠野さんにしてもなんか真剣にこう原理的に、えー、説明してくれてなかったように私は思うんです。まあ、お三家だけけじゃなくてね他の美術評論家もそうですけど まあ日本のビーチ評論家って、美術批評っていうのもね、まあ、なんていうかな、非常に不思議な、謎に満ちたそのことをたくさんやるので、えー、となんていうかな、うんまあ、まあ、あまりぐちゃぐちゃ言ってみてもしょうがないんですけど、でまあ、そのビーチ評論家は問題にしなかったけど、私は問題にしたわけですよ。一体な,なぜなんだろうと。で、自分なりに問題を解いたんだけども、解いても、実は、まあ、ここではしゃべってますけど、 その日本の現実の中で何か言ってもですねまあ簡単に言うとその、まあ、例えばキュービズムの作品についてもですねその本当に例えば東京国立近代美術館でやったアジアのキュービズム展ってこれは立原、えー、明さんがやった展なんかですけども。 まあほら見てくれだけっちゅうかね表面性だけでのキュービズム風の作品を作ってるものをこう拾い集めてそれをしかもご丁寧にもです、ね、こう分類してですねなんか展覧会やったような感じに作るんですよ。でまあ実際にその,その展覧会僕はちゃんと見たんですよ。それからシンポジウムも全部出てますから単純に面白くないんですよ。<laughs> でこれは何も私だけが言ってるわけじゃなくて、えー、とその学芸員の中で言えば。 えー、鎌倉近代美術館の館長になってらっしゃる水沢努さんが、えー、かなり痛烈に批判なさったんですねそれでパリにに持っててく時に組み替えてるんですですまあなんていうかなでまあその立畑明さん自体はあんまりシリアスじゃないんですよアジアのキュービズムっていう題名もアジアのキュービズムっていう言葉が持っているなんていうのか面白さっていうか。 面白さっていうのはアジアのアアジアのホビーズムとかねアジアにおける修理リ,リアリズムって何かありそうに見えるんだけど、えー、とアジアのキュービズムって言うとそんなものがあるのかっていう,こう不可思議な感じがあるそれが面白いって実は僕はそういう話を聞いてるんですよね一緒に酒ずーぶん飲んでますからね。ですからそういう,そうなんていうかなジョークみたいな題名で,でそれをまたその国国 学員じゃなくてこうお役人ですね、えー、国際交流基金のお役人かななんかがすごく面白がってでそれをそのパリに持っていく展覧会に作っちゃうわけですよね。だからその学問的にアジアのキュービズムを研究して、えー、それでもって何て言うかな展覧会が作られたんじゃなくてその題名があってそしてそ,のそれに対してみんな群がってですねでな,なんかその論理をでっち上げるわけですよね。 うん、まあ、だから、たかがそれと、その程度でもって、日本の学芸っていうか、がやられてるんじゃないかという感じを私は思ったわけ。それで、そのシ,シンポジウム、いくつもいくつもシンポジウムできて、それ全部、とにかく、片さんが全部、彦坂見ろっていうか、見たんですよ。まともなものはなかったですね。もう、ちょっとね、かなり背筋が寒くなるような。つまり、えっ、ー、と、モダンアートの歴史というものを、あんまり把握されてないっていうかね。 ききちっっと自分の頭の中に叩き込んでないっていてう印象を受けました、ねまあそう言っちゃなんですけど一つだけす優れているのがあったのがそれはメキシコの、えー、学芸員がメキ,メキシコのだから日本人じゃないですよメキシコの、えー、学芸員の方が来て、えー、メキシコ美術におけるキュ,キュービズムの影響っていうのを喋、えー、ってくれたんですけどこれは面白かった。 出てきててきる図版も含めて非常に面白かったですだからまあ、まあ、別に僕これは僕,僕がアーティストであってね学芸員の専門家ではないですからただ学芸員の専門家っていうのは歴史的にあったのかっていう問題ですよねつまり美術についてのこう基本的な文献っていうのは実は最初の頃はアーティストが書いてたんですよ。 でまあ、ヨーロッパでいうとそれが、まあ、ルネッサンス過ぎた後ぐらいからアーティストが工房を作っていくようになると工房間での争いがは激しくなってアーティストに任しとくと喧嘩ばっかりやってるという話になってで結局そのアーティストじゃない人たちが文章を書くとか、えー、美術の基準を作るとかっていう話になってきてで現在につながってるわけですね。ですからそのその真面目に キュービッドの問題も真面目にやってんのかっていうのは私の方から言,言わせるとあるわけですよで。私の方からすると私がアーティストとして考えるのは、えー、ピ,ピカソが、えー、とキュービッドになるっていうのはピカソの人格が創造界、象徴界、現実界三トンって4階になるんですよ。 4階建ての建物みたいなもんでこう高みがあるわけですそれに対して原始美術っていうのはアフリカの黒人彫刻も創造界しかない,い,い単階なんですよだから1階建ての建物をですねピカスは4階建てのピカ建物に作り変えるわけですよだからそこにおいてつまり モダンアートとしてての高みが生じるわけであってつまり単なる無法ではなくてその元,の元ネタがあってそれを使って、えー、とよりよりレベルの高いものに作り変えていくという作業をピカソはやったというふうに私は理解するわけです。でそれはだから立屋さんが読んでるのかどうか知りませんけど、あのー、ピカソのキュービズムの特に、えー、アビニオンの娘たちに対するその構,図構図分析とかですね えー、そういういものかなり緻密なそういう研究っていうのはあってですねこれは柳涼さんですけど柳涼さんの研究とかそういうの私は影響を受けてるわけですよねですからうーんっていうふうにもなるわけですね僕ぶ分ピカソ関係買ってますからねあのアビニオあのキュービズムだってキュービズムは9年間ですけどピカソのキュービズムってね9年間のカタログの冷蔵買ってますよ。 だからその一応私はねやることをやって文句つけてるだけの話であってただそういうことをやってるっていうとさまあ日本の場合にはもうパージされるわけですよ。ね、うんそれこそニューヨーク近代美術館が出したピカソの2冊本のえ画集っていうのはずいぶんいいものだから最低あれはみんな持っててくれなきゃいけないわけですけど日本のアーティストでさそれが持ってるのは当たり前なんだっていうことは言えないからね。 日本のアーティストってだけでしょだからこう真剣に何かと取り組もうっていう姿勢がないからその私なんかが勝手に真剣になるとさ、えー、そういうのってのはパージされるわけですよ。まあパージされたって構えやしないんですけどねどうせどうせレベルの低いもんだからねまあそのまあお互いしょうがないしいい,いいよね別にね私で言えば私で言えば別にほらうーん。 まあしょうがないよねこういう国に生まれてこういう状態でさまあ少なくとも美術史で振り返れば日本の美術っていうのは相当レベルが高いと思いますけどまあだっちゃ実際高い人がいるけど高い人は排除するわけでしょ日本って。私なんかはやっぱり例えば皆さんが大嫌いなあのうーん 例えば「朝ュ中」とかね好きですよ私は「朝ュ中」も好きだしそれから誰だっけ名前あああの人だって好きですよあの金美が素晴らしい回顧展やってくださったあのシュルリアズムの作家 名前出てこないけどまあ日本の作家でずいぶん好きな人たくさんいるけどまあだからといってその日本の作家同士でな,なかなかそういう話し合いっていもできないですよね。あの美術の話をするとしようとするとまあみんなそういう話はしたくないっておっしゃるっていうかうんまあいい,いいんですけどね愚痴,愚痴で痴で喋ってるだけですからまあ だからまあ言おうとしてるのはつまり原始美術プリミティブ美術っていうのは創造家しかなくて創造家しかないものをピカソはえ創造家象徴家現実家三頭持って4階建ての美術にえ高めたわけですよ。 原始美術をねただ模造して原始美術で作りゃいいっていうのとは話が違うわけただこういう話をするとみんな嫌でしょ嫌な顔をするわけ彦坂って嫌だねってそういう話になるんだよねだからそうそういう話で済むんならいいけどさだ低いものは低いままの方が嬉しいわけでしょね、創造家しかない作品でさいいと思ってんだよねみんな、ね、うわっつらだけだと美術のうわっつらだけだっていう <laughs> そういう話になるわけだから私からするとそれは終わっるだけじゃないよということを言ってるわけですよそれで嫌われるわけまあだからしょうがないよねそのしょうがないもういいんだからこっちは死ぬだけで全然構えはしないので私は私で楽しんで死ねばいいっていうだけの話ですからね だけどその、まあ模倣、模倣の問題を言うとそういうことであって、高めればいいんだという、でその問題が例えば、村上隆史と鳴宮の模倣関係の事件がありましたけど、あの場合でも裁判所は、えっと、3, 3点あの、村上隆さんが告訴するわけですよね。しかし、その2点までは裁判所は認めたんですよ。確かに鳴宮がその盗作していると。で3点目は ナルビアの作品がいいいいとと村上隆よりもいいとだからこれは盗作とは言わないと言って村上隆さん負けてんですよで同,じ事件同じような事件っていうのはあのジェフクンズのさ盗作関係の問題あの人たくさん盗作関係の問題を作ってきますけどねで告訴されて負けてるのもたくさんあると思うんだけど勝ったやつあるわけですよ。でその場合には作品がいい,い,い場合に、えー、盗作と言わないっていうんですよ。 結構深刻な問題でしょつまり作品がさその模倣したものを確かに素材として使ってることは,ことはいるんだけどそれをレベルが高い高い作品になってる場合には、うん、単なる盗作関係ではないんですよ。でほら僕らがアーティストで芸術ということを問題にするんだったらばそういうことをさ問題にしないといけないわけじゃない普通に裁判所がやってる作業なわけですよ。ね でそれがさその例えば美術手帳もそういうことの特集をやるとかさね美術評論家がそういう問題話すとかさしてんのかって言うとさどういうわけだか知らないけど裁判があってもさそのことはなんかまあみんな頭悪くて理解できないのかもしれないけどね問題にしないわけですよ。で私の場合はだからさっきから言ってるけど高校生の段階からねピカソがさどうしてピカソの 黒人彫刻のパクリっていうのをどうしてピカソは許されていくのかっていう,こう原,因原因としてさ考えてたんですよ。だけど僕自身はたくさんのビースト雑誌もたくさんのもの見てきてるけどね、あのー、そういう特集号ってなかったんじゃないかな。 ね、だから原因を把握しないまあ、まあ日本人の場合に上っ面だけで生きてるからその原因を把握するとか原理を探求するとかってしないんだよね、うん、だからそのピカソのキュービズムっていうのは実は人格人格を変えていくピカソっていう作家は人格を随分変えていくわけですよ、ね、だから最初の頃のほらいわゆる天才だって言われているあの子供の子供の頃にお父さんの天才教育を受けて 描いた絵があるじゃないですかあれをみんな日本人だと「すごいうまい」って言ってさすごい天才だって言っちゃうわけじゃないでもあんなのみんなペンキーですよ芸術になってないしペンキーですよペンキーみを見て喜んでんだよね日本人ってだからそうするとあれは素造家しかないんですよだから芸術じゃないんですよ、ね、でピカソがそのパリに出てきてあのお友達がさ女性関係でもって自殺,自殺するんですよね自殺したその自殺した顔を描いてるまあ結構有名な作品ですけど あそこから芸術になるんですよね創造会象徴会って2回出てきますからねでそういう,こう人格上の展開っていうのがさあって成立してくるわけで芸術っていうのは人格上の展開なんですよだから作品作る前に人格を作んなきゃダメなんですよ、ね、その結果がピカソが創造会象徴会現実会3等まで4回までできてくる作品になるの、ね、でピカソが初めてその4回までしたのかってそれは違いますよ 例えば音楽で言えば、えー、チャイコスキーがすでに4回ありますよチャイコスキーって。だから実際チャイコスキーがピア最初の第1番だと思うけど、あのー、ピアノ競争業かなんかだって、えー、とにかく演奏不可能って言われてさ腐ったような音楽だって,ってこう罵倒されるわけですよね。で、それもだかから、なな、んていう,かなう ピカソよりも早くチャイコフスキーの方がってて階建ての音楽作ってますだからそういうそういう問題なんだよね。はい、えー、相変わらずでございましたけども終わりたいと思います。